ばんは。ラピチーノさんありがとう。ポヨン星人さんありがとう。今日はおお。今日はヨーグルトを食べたいと思います。だ口が痛いのでヨーグルト食べます。お勉強はしました、ちょっとね、けどなんか全然普通にやばい点数でも、なんか大丈夫ではないけど、点数今日のテスト良くも悪くも。よしさんありがとう、トールさんありがとう、インパルスさんありがとう、ランズさんありがとう、マオちゃん、チャンタさんありがとう、アルプスの牧場さんありがとう、カオピン、チャンタさんありがとう、タッキさん、スバルありがとう、イキマくん、エジタンありがとう、流しキャンペーン応援お願いしますと、たい焼き、ピンクのたい焼きも嬉しいんですけど、それ以外の季節の和菓子の対象ギフトをもお待ちしてます。まさみさんありがとう、林さん、よしさん、激山くんありがとう、と吉さん、みけさんありがとう。テストの点数が悪くて口前だ。テストを受ける前から口は悪かったんで、口のがもともと痛かったんですけど、いただきます。昨日から、昨日このデカめのやつを食べたんですよ。ヨーグルトで美味しさを知りました、ヨーグルトの。いただきます。あ、味ない、蜂蜜。そう、私蜂蜜がないと食べない。え、なにこれ、かわいい。エジタン ありがとう、アジサイ、ミュンチにもアジサイ咲いてるんですよ。ひろふみさんありがとう、ケイチケイさんありがとう、エジタンありがとう、甘い、ありがとう。これなんだろう、アンパンかな、ありがとう。たい焼き、じゃあ、あの口が痛い方の、ちょっと待って、蜂蜜取ってきます。ちょっと酸っぱい。クロさん蜂蜜取ってきます。どこ、あ、台所に。昨日からずっとさ、おかゆとさ、おかゆと何、ヨーグルトしか食べてない。食べてる、ずっとおかゆとヨーグルトを。よいしょ。え、大丈夫？ここガンって言った。サーティワン食べたいけど食べれない、痛くて。痛いし、普通にこれを機にダイエット期間が、ダイエットを始めてるんですよ。時期頑張る。こんなんかけてたら一生できないと思うんですけど、頑張ります。昨日より針が、そう引いたんです、ちょっとだけ。ちょっとだけね。なる先輩さん、ありがとう。吉田さやさん、ちんちゃうぎさん、かがぴん、スパイクさん、マスターさん、ありがとう。
のブロブイさん、カコピンありがとう。さらにアガテさん、サルさんありがとう。口はなんか怪我しちゃって転んだんじゃないんだけど痛いですね。もしかしたら幕張もさ、これしちゃうかもしれない。絆創膏をしてるかもしれない。しないようにはするんですけど、もしなんか腫れてたりしたら絆創膏するかも。おいしい。た。アジセイツリーだって。気が大事ね。ありがとう。アジ、うん？アジサイゼリーと甘い饅頭だって。タラさんありがとう。社会と数学にいじめられてない。元気元気だよ。いじめられました。コテンパンに。で生き物控えてたんだよね。うん、なんか気づいたら怪我してました。それさんありがとう。6月22日お仕事なので8月1日本当に待ってます。お誕生日なのでぜひ8月11日浴衣だし、お誕生日なのでぜひ初めて喋るかと思ってます。それを全部食べる。そうだよ、ちょっとずつだから、ちょっとずつしか食べれないけど。幕張までに完治、完治はむずいかも。なんか結構痛々しい感じに。ちょっと幕張掃除機なるべくコンシーラーとかで消したりはしてみるけど、傷がまだ治りかけっていうか治ってないから、なるべくコンシーラーで隠されたらいいんですけど、まだ痛くてさ、あの隠せれない状態だからさ。 400g、 そう、何 g かな、 400g、 400g 食べますよ。さすがに食べなすぎはやばいので。ふうすけさん、ひろしさんありがとう。天皇さんありがとう。にじろのし、これだけどなんか全く味しないんですよ。だからこの蜂蜜かけます。プースケさんありがとう。ウルシナモンさんありがとう。まあ私も天気いいですね、明るい。ケンボさんありがとう。昨日の夜は降ってたのかな、で雨が。無理に気がしなくて。でも幕張ツーショットがね、ツーショットあるしね、なるべく直せるようにはしたいんですけど。食べ慣れたらプレーンでマジするよね。そうなの。なんか最近知ったんですよ、ヨーグルトが美味しいなっていうことに。今までヨーグルト美味しくないなって、あ、なんか味付きのやつとかフルーツ入ってるやつしか美味しくないなって思ってたんですけど。
ひろしさんありがとう。ぴょんどくさんありがとう。メイからメイと全部見てる。ありがとう。一回一つ、そう、ヨーグルト全部食べます。はい。ん？はい。うん、なるほど。和菓子限定和菓子祭りギフト。これが今の大賞ギフトなのでぜひ。アジサイゼリーとたい焼きちゃん、跳ねる桃色たい焼きちゃん、甘い何これ、まんじゅう、カラフル寒天、レトロ喫茶クマ、フルーツクリームクマ蜜カフェのクマ、うん、クマクマちゃん、これが対象ギフトなのでキャンペーン達成するためにぜひ応援お願いします。全部かわいい、どれもかわいい。なんか去年のさ、何あれに似てない、このフルーツクリームくまみつってさ、あれに似てない、去年のかき氷キャンペーンのやつに似てる、ちょっとだけ。サルさんありがとう。バナナね、奈良倉さんありがとう。ヨーグルト大好き、え、そうなの。でもみゆ全然さ、あのさ、何硬いからさ、食べた方がいいのかしら。痩せたよね。え、全然してないよ。なんか最近友達と足比べをするんですよ。今日の足の太さチェックみたいな、そう、一番仲良いことをするんですけど、もうどんどん太いなって思う。おいしい、頑張ってください。頑張ります。金鹿さんありがとう。そう、季節の季節のギフト集めてます。カゴピンありがとう。はぐれもやしさん、天皇さんありがとう。カニハメさんありがとう。サルさんありがとう。うん、ドサクラペは太ももらへんを比べるんです。キッチンさん、 M さんありがとう。なんかめっちゃ汚い話をするんですけど、学校でさ、ね、寝ちゃう時があるんですけど、寝るんですけどよく。でさ、寝た時にさ、こうやって、いや、こうやって寝るか、こうやって寝るんですよ。絶対首を曲げて寝るんですよ。さ、めっちゃ汚いんですけど、聞きたくない人はちょっと一回、閉じた方がいいんですけど、なんかこうやって寝てて、よだれが垂れちゃうんですよ。マスクしてるんだけど、で、なんかこの、マスクじゃない、絆創膏の間によだれが入るの。めっちゃ汚いんだけど。そう、だから、ちょっと悩み事、最近のどうしようっていう感じです。よだれがあって、今日もなんか絆創膏がちょっと汚くなっちゃって。寝たの？寝てないって言わんかった。今日はしんどくて寝ました。朝間に合った？授業中寝ちゃダメだよ。え、寝たくないんですけど、朝間に合った。なんか昨日から体調が悪い、昨日体調悪いって言ってたんですけど、そう、昨日実は学校早退したのね、体調悪くて。で、今日は頑張ってテストは絶対受けて、それ以降の授業が苦しかったら、体調悪かったら帰ろうっていう感じにしてたんですけど、もういけるかなと思って、テストがなんか安心して終わったから、その後受けようかなと思ってちゃんと受けて、でもなんかしんどくて寝ちゃいました。めっちゃ走ってたよ、うん。あとなんか何、ママに今日車で送ってもらったんですよ朝。そう、テスト勉強っていうか、まあやってて終わんなくて、
なんかやばいやばいみたいな、気づいたらスクールバス逃しちゃったから、あママに送ってもらったらなんか結構時間やばくて、あのまあ例えばその場所で降ろしてもらったら普通5分かかるんですよ、信号とかいろいろあって、けどもう今日はもう全部信号をがそうちゃんと青で、いいタイミングで青で、マジで2分1分1分半で行きました。でミューのところ、ミューまで、ここまで、このセットまで、あのセーフですって言ってもらって、ミューギリギリあの遅刻回避でした。2で選ばれてるんでしょ、ん2で運動会、えそう練習なったけど、なんか2例はなんか人数が増えたらしくて、識別でクラス対抗は3年生人数少ないじゃん、だからほぼ全員だし13人、アンカーでしょ、識別はアンカーだと思うけど、今のところなんか人数増えたっけ分からんけど、多分識別アンカーだけど、分からん、クラス対抗まだ決まってない、人数多くなった時決まらん。スパイクさんありがとう。それは出るの？ん？ん？あ、全員出るの？全員じゃないけど、なんか全員に なりそう。あ、全員2人出れないクラスで。絶対出番じゃん。中間テスト、うん、なんかみんな学校は2教科ずつテストがあって、それです。それです。それです。あ、キョークさん、ビジックスミスさん、カミテルさん、ありがとう、エムさん、ありがとう。1時間ぐらい睡眠とってる。昨日はでも5時間、5時間は絶対寝た。チャーハン定食さんありがとう。スルーって言って寝ちゃったよね、風呂入って。うん？風呂入ったらなんか寝とったんじゃない、あなた。そうけど起きたんよ一回、けどなんかする気、勉強する気にはなりませんでした。神照さんありがとう。どうも、どうも。なれ先輩さん、ぽよん誠治さんありがとう。傷はこけたんじゃなくて怪我しました。あすこさんありがとう。そう、ルーム情報はあの毎回、今もうこれ3回ぐらい変えたんですけど、ちゃんと更新してるんですけど、なんか更新されてないことになっちゃってる。今日もう一回やってみます。マネパパさんありがとう。クリミーありがとう。青森のあきらさん、マスピオンさん、ハルさんありがとう。カネッチさんありがとう。うん、うまちい。X のアイコン、うん、新しくなりました。変わったんですよ。
この T シャツはね、キって書いてます。ちょっと見えないですね。キって書いてます。体操やってた時に、そう着てた。やっと雨の自動車移動全部お疲れ様。今日雨なの？毎日家で作ったカスピ海ヨーグルト食べてる。何カスピ海ヨーグルトって？牛乳とかで増やすやつかな。手作りヨーグルト。すごい手作りヨーグルト。スバルありがとう。サルさんありがとう。チーズのタンタンさんありがとう。そこまでめっちゃでっかくはないから、いけそうな予感もするんですけど。桃太郎さん水切りヨーグルトって言ってる。そうなの。タンタンさん、マサピアンさんありがとう。今週の土曜日は幕張メッセお話し会ツーショット。そうなんですよ。ぜひぜひ待ってます。桃太郎さん、マサピアンさんありがとう。カネッチさんありがとう。桃太郎さん、マサピアンさんありがとう。皆さんぜひキャンペーンを達成したいので、季節のギフトお待ちしてます。季節のギフトお待ちしてます、うん、マサピアンさんありがとう。マキナシかかったってニュースやってる。大きな足かかきて雨の中移動してた。マジ雨降ってるんだ。東京、東京とか千葉埼玉の辺。国山さんありがとう。広島晴れたってきたよね。うん、暑いです。めちゃくちゃ明日めっちゃ暑いてる。え、無理。日焼け止めちゃんと。ちょっとおじさんありがとう。くにゃめさんありがとう。大雨勝ち。でもなんかすごいよね、世界ってさ。すごくない？場所によってさ天気が変わるってすごいよね。めっちゃすごいことだと思うんだけど。ヨーグルトいっぱい食べたらお腹いっぱい痛くならないの？え、痛くなんない。でもお腹が整えられる。逆になんか学校の1年生がなんかほとんどじゃない、半分いかないぐらいの子たちが体調悪いでみんな帰ったの。そう、やばい。でも給食じゃないよね、うん、え、何なの？やっとわかんない。暑いし体調悪いみたいな。みゆも昨日からずっと体調悪くて、友達、みゆの一番仲良いお友達もね、今日なんか37度あって、7度5分4分ぐらいあって、で体調悪いってなって、みーは熱なかったんだけど普通に頭痛すぎて昨日から。でなんか一緒に保健室行ったけど、なんか保健室の先生に嫌われてて、みーとその友達といつも身長測りに行ってるんだけど、今回は身長測るとかじゃなくて普通にもう2人ともマジで体調悪すぎて結構ガチでだったから行ったんだけど、なんか今もうパンパンだから入れないからもう帰ってみたいな。え、もうめっちゃ扱いひどくて、うちらに休み時間、
5時間目の間何回も行ったんや今日体調悪いってなって、うん、3時間目と4時間目の間と、うん、と4時間目終わって5時間目と5時間目の最初そんなに行けば大丈夫なのってならないです、ね、5時間目の最初と5時間目のあと3回行ったんですけどもうなんか来るなみたいなそちらに扱い本当にひどくてそんなに歩けてるなら全然大丈夫だからみたいなもう空きがないから帰ってみたいな早く教室帰ってってなんか先生がその何保健室の先生がなんかはなんか全然そんな元気なら元気じゃないんですよ全然なんか元気そうなんだから先生は行ってもいいと思うけど別になんか無理ならもう担任の先生か職員室の先生に行って帰ればみたいなもう扱いひどすぎてびっくりしました熱とか測ってくれんかった測ったけどなんかその子は 37.1 で最初友達がミュはもともともう熱ないとか分かってたからミュは測んなかったんだけど友達がもう熱っていうか体調悪いみたいな言ってて37度1は全然平熱だから大丈夫みたいに言われて返されたのやばくない2回目測ったら 37.4 で結局2人とも相対してないのしてないさしてもらえなかったその子部活行った行ったやばいよねなんかしたの先生してないよいつも多分2人で仲いいから2人で多分一緒にいたらなんか目つけられてて2人で行ったらなんかやりましたまた来たかってそうなんか多分身長測りに来たのかなって思われたっぽくて全然違くて普通に体調悪すぎてみたいな感じで行ったらなんか追い出されましたやばくない他にの生徒にはどんな対応もう普通全然違ううちらには大丈夫休むとかなんかじゃあ一回熱測ってそこ行ってみたいな一回この紙書いてみたいなどうするかちょっと自分と先生で決めてみたいないいようちらはもうあいも出てってみたいな今日ミュあの椅子があるんですよなんかソファーみたいなソファーの椅子があってそれでこうやってもうしんどいって言ってたらこうやってその椅子ごと追い出されたんですよもう早く帰ってみたいな早く授業行ってもう授業始まってるからこんな仮病だと思えてるかないやかんな態度悪かったんじゃない悪くないよもうしんどいですって言ったら結構ガチでしんどかったから本当にしんどいですって言ったらいやもういいからいいから早く帰ってみたいな言われてなんで怖くないなんか原因があるんじゃなくてそうだからもう言った先生に訴えるからって言った患者先生に違う保健室の先生をもう訴えるからって言った先生なんて言ったのその先生はなんて言ったのどうぞ好きにしてくださいって言われて早く帰ってくださいって言われたマジで怖い本当に無理、だから本当に体調悪くても休ませてもらえないから谷先生に言ったうん言ってるよずっともう普通だからみたいなそんなことしないからでもしたんでしょしてるよこれマジで持ってないよ話やばくないやばいよねだからちょっと校長先生ともお話ししてよありえないからでもさなんかでも多分ベッドが埋まってたのめっちゃベッド何個あるの4個ぐらいしかなくてでもその扱いおかしいよでなんかめっちゃさ埋まってたのベッドがでなんか体調悪い人めっちゃ連続でいて今日だからか分かんないけどなんか切っちゃダメみたいな言われてあなたたちは元気だから本当は待って昨日でもさミユス昨日もなんかそういう扱いされたの2人で行った時に昨日も2人ともしんどかったからで昨日は早退したんだけどちょっとも休ませてくれんかったの昨日はもうしんどすぎて動けんかったけもうすぐこうやってソファーみたいな座って寝てしまったで起こされて起きてなんかもう早退してたうさんひろしさんありがとう日さんありがとう今日なんか昨日休ませてあげたんだけど今日は休ませないからみたいなやばくないまだ治ってないんじゃ、ね、そうだからもう保健室では絶対休ませれないからもう本当にそんな言い訳したいなら帰ればみたいな家帰りなさいって言われた何のための先生のやばいよねびっくりしちゃったんだけどいやじゃあ保健室の先生やばいよね普通にびっくりした
え、これガチだよ、マジ持ってない話。保健室の先生って優しい先生なんじゃないの？え、怖いよ、怖いっていうかおかしい。兄さん、天さんありがとう。ゆうにゃん、ありがとう。え、評判悪いの、その先生。え、なんかでも他の人には優しいのに、え、なんか2人だけ見るとその友達だけには厳しい。え、ガチで何もしてない、記憶ないよ。みんなになんか、ひろしさんありがとう、古高さんありがとう、愚痴をマジやばい。保健室って優しい先生のイメージしかないんだけど、だからもうなんかさ、ほんまにしんどい系、もうしんどい、ああみたいなやってたよずっと。そしたらもうじゃあ帰れば、もう知らない。保健室先生って一人だけ？一人。マジ怖い。高校生の方も同じ先生の？え、そう、繋がってるから中間のところにあって、そうです。で今日は中1が多くて休んでる人。だから中1のバレー部が全員途中で帰ったんよ。一気にみんなじゃなくて、あの一人ずつ、みんな体調悪くなって熱出て、でなんかその中1の一人のバレー部の子が 37.5 だったけど帰らされて、だけどそのみんな友達 37.4 だったの。だから4だから大丈夫みたいな。え、やばいよね。大丈夫、数字じゃないです、状態とか。そう、古高さん、せいさんありがとう。でもみえのそのずっと一緒にいた子もめっちゃコッペ赤なってるの、めっちゃ可愛くて弱かったのに、いつもなの、いつも当たり強い。ハオピン、せいさんありがとう。だから休みたくても休ませてもらえないから、しんどくてもしんどいって言えない。そう、学校に本当に抗議した方がいい。保健室のイメージ違うな。うん、え、そう考えたら、それだったらさ、もうなんかさ、危ないじゃん普通に。もし本当にさ、本当にっていうかマジ体調悪かったけど、もっとミュウよりしんどい人がおったらさ、やばいじゃん普通に。やばくない？だからさ、それでミュウと同じ扱い。ミュウはさ、まださ耐えれる痛さだったけどさ、今日とか昨日はやばかったけど、ミュウよりもっとひどい人がおったらさ、どうするんだろう。本当にぐったになってるって、本当に悪いって確信しなかったら優しくはしてくれないの？やばいね。でもなんか中2か中1か分からんけど、なんか隣っていうか後ろから来たんよ、うん、その子がもう顔真っ青で、うん、もうなんか先生しんどいですみたいな言ったけど、うん、あと1時間だから頑張って行ってきな。えー、怖っ。えー、ってなって。ミュウたちだけじゃないじゃん。え、なんかその子はなんか多分ミュウの後に来た子たちはそういう扱いされてた、ミュウと同じ扱いされてたけどって感じ。やっぱだから空きがなかったらいっぱいいっぱいだったんかな。やっぱな。にしてもちょっとおかしいね先生。言って言ってよ、ママ。ミュウほんまに言って、休めんかったら死んないの。一方的にミュウの話だけでそういう風に言ってしまっていいのかな。うん、本当だもん。ミュウ全部嘘ついてない、これマジ。愛に聞いてみ、ほんまじゃけ。友達って、愛に、愛ちゃんっていう子なんだけど、私さんありがとう。もう愛ちゃん部活行ったんじゃろ。うん、行った。変な学校ね。先着順か分かんないけど、なんかでも今日調子悪いけどテストじゃけって言って早退するかもって言われて、そうなんじゃ電話かかってくるかもって思ってたけど、頑張ったんじゃね。頑張った、偉い。寝たえ、寝てもなんか、うん、頭痛すぎて寝れんかったよ。なんか提出物ちゃんと出したんでしょ。出した2つとも。いいじゃん、間に合った、ちゃんと。偉い。今までは提出出してなかったんですよ。間に合わなかったの。だけど今日間に合ったんです。褒めてください。誰かにとって、じゃあ普通は普通じゃないですか。今日ミーにとっては一個成長したんですよ。
成長したよね。だって今までさ課題出してなかった。1年生の時って普通にそこそこ点数取ってさ、まあ教科によるけど提出物出してたじゃん1年生は。あーたまに友人確かに前回は出してなかったんじゃん。偉い、偉すぎます。だからなんかそういう保健室のそういう先生たちがいるから、みゆは幼稚園とか保育園の先生とか、最近は児童館の先生になりたいなって思ってるんだけど。あれなんか結構経験積んだ人だよね。おばちゃんだよね。若い人いないよ。だから保健室じゃない、何、保育園の先生にもともとなりたくて、保育園の先生がある程度終わったら児童館の先生とかになりたいの。子供が好きだから。だけ絶対そういう先生にはなりたくないなって思った。絶対そうなりたくない。企画とか季節ごとのイベントをやってあげねえけんよ。うん、なんか折り紙とかなんかさ、うん、で作ってるじゃん、うん、そういうのやりたいし。優しい先生、厳しい、そしてすげえ鬼のように厳しい先生になったりしてね。でもなんかそういう人に差別する人間には絶対なりたくないなって。そう学んだ今日で。それおかしいもん、やばいもん、やってること絶対ならないから。え、生意気な生徒でも何でもみんな平等。うん、頭良くても、ね、いけんことはいけんって言うけど、なんかちゃんとやっていいこととやっちゃいけないことの区別はつけるっていうか、教えれる人になりたい。教えれて、なんか自分がさ、先生がそう言って区別とか差別とかしたら、うん、生徒も真似するじゃん。だからそうしない、しかもまだちっちゃい子だし、うん、児童館の小6とか小学生の子たちって幼稚園とかだから何も分かんないから、先生がそうだったら絶対そうなるから、絶対そうにはなりたくないなって思った。扱いにくい生徒でも差別なく、うん、まとめられるの子供たちを。楽しそう。一緒に遊んであげにはいけないよ。それが好きなの。そう、みゆ先生って言われるのが夢。でもさ、またでもストレスがあるかもよ。何の？あの、でももしさ、別にみゆがやったわけじゃなくてもさ、あの怪我するじゃん絶対園児って。うん、めっちゃ謝ってさ、でもさ怪我なんでちゃんと見てくれんかったんですかとか、なんか保護者に言われそうだよね。ちょっと怪我したくらいで誤解を生まないようにちゃんと話す。そんなわかんない。ナイスクさんありがとう。なんか最近友達にめっちゃ、なんだっけ、節目って言われるんですよ。なんか目に力が入ってない、なんかこういう力が入ってない目、うん、で最近めっちゃ言われる。え、目に力が入ってない。そう、なんかその目がモテるんだって。こういうぼーっとしてる、ふわーんってしてる目が、ちょっとキリッとしてみて、頑張って。見ててできるもんじゃないか。それはそうね。 M さんありがとう。でもピンクのお魚いっぱいだよ保健室で。そう、寝させてもらえない。ケンボさんありがとう。キタさんありがとう。きなり元気、きなり元気です。ダンはちょっと痛すぎるけど、キタさんありがとう。なんかよくわかんない。天さん、ケンボーさんありがとう。うん、カナタンだ。カナタン、ヤッホー、ヤッホー、ありがとう。カナタン、ハト。久々、箸使ってる？箸だっけ？何あげたっけ？箸か、箸使ってる？
箸とコップ 使ってるって子供用じゃない。カニシカさんへの匂いさ、でもカナタンはちっちゃいからあんぐらいがちょうどいいんだよ。え、そうなの、でもちっちゃいの、うん、かわいい。あ、箸で今日ラーメン食べてありがとう。お、本当にやったね。食べれるの、あの、あ、そっか、かなたんちっちゃいから食べれるんだった。いいな、みもラーメン食べたい。子供の箸、そうなん、子供用の箸をあげたんですよ。使ってくれてるみたいで、なんかかなたんちは多分一人暮らしなんかわかんないけど、なんか結構ね、食器がなさそうだと思ったので箸あげました。静岡結構降ってる。お、そうなんですね。サッチが食器持ってなさそうだったから食器の、え、そうだよ、サッチさんもなんか結構何もなんか食器なさそうだなと思ったからコップあげました。喜んでたの？喜んでた。なんか食器難民なのこと知ってたのって嬉しい。貧乏アイドルや。嬉しいって言われた。なんかよかったと思って。カナタン大好き。食器、食器がないとショッキング。さっちーさん勝利しました。ガチ食器がないのショッキング。洗い物増えない、洗い物増えないけど、でもさ、洗う皿もないからさ、食べる皿もない気がしてる、気がしてる。え、なんかさ、そういうダジャレを言われたら何をさ、どういう反応をすればいいんですか？ダジャレ返し。ダジャレ言ってみて。わかんない、ダジャレ言う人はあんま好きくない。どういう反応すればいいか困っちゃうから好きじゃない。なる先輩さんありがとう、健坊さんありがとう。じゃなくてどうしていいかわかんないんでしょ。うん、なっちゃう。できるよ、一応この顔痛いけどね。木だけに水に流してください。どういうこと？カイさんありがとう。へへ、いつから怪我してる？土曜日ぐらいに怪我して、治んないですね。幕張はコンシーラーとかで消したいんですけど、消せれたら。アイスアレしてくれる。なるほどね。ワンちゃんに、え、ワンちゃんじゃないよ、ビジー、本当にワンちゃんじゃないよ。口は怪我しました、勝手に、いつの間にか。ケンワさんありがとう。自転車こけた時じゃない？違う、そうかも。だからなんかいつの間にこけてない。てるよ、ね、でも足にめっちゃ自転車の傷あるんですよね。すっごい痛い。タタ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 タだだ。吉間カパセリさん、テンさんありがとう。こっちから見たらダジャレ言われたらどういうことって返すの面白い。本当に？どういうことって言ってみて。どういうこと？ケンボさん、広島カパセリさんありがとう。マルトモちゃん、吉間カパセリさんありがとう。ペダルコイタってなんか歌詞にあったよね。チャリンときたメジと
ロシモコパセリさん、ポージーハーメンさん、マルトモちゃんありがとう。殴られた時はね、これ殴られたらやばいでしょ。確かに。でも殴られた、痛い。キャンボーさんありがとう、マルトモちゃんありがとう。劇場でまたダンス見たい、またね披露したいです。キャンボーさんありがとう。ピンポンが爆睡した時にシャオちゃんにこうやったとか、いやワンちゃんじゃないです、絶対にワンちゃんの傷ではないです、絶対に。体育の授業中にソフトアールしてたら違うよ、なんでやな。最近何かレッスンしてる、え、なんか前、最近一番新しいレッスンでやったのはダンスの先生、なんか早覚え、やっぱり早覚えが大事じゃないですか、ダンスとか。早覚えっていうか、まあ早く覚えるようにする早覚えがあるじゃないですか。それをなんかダンスの先生が考えたダンスをやって、それをやる、それをどんぐらいのスピードでどこまで覚えれるかみたいなのをやりましたね。くん、しーずきさんありがとう。昨日よりは良くなって、昨日よりは良くなってるけど全然痛いです。幕張までには直したいけど、直したいです。幕張ってどんな服着てるの？今まだ決めてない。え、制服じゃなかったっけ？違った。あ、そっか、制服か。あ、制服だ。あ、そうだそうだ、そうでした。はじめまして。髪型自由？ロンリーザールさん、100名のもありがとう。でもなんか制服には絶対さ、絶対さではないけど、うん、なんかやっぱりストレートおろしがピンとくるっていうか一番合うかな。髪飾りはダメなの？うん、ない、もともと。え、全員？いや、3期はない。3期、うん、3期はない。帽子かぶってたりするよね、先輩。うん、正規生さんはね。え、全員帽子あるの？ん？全員じゃない、似合う方かな。あ、全員持ってて被るの自由じゃなくて決まってるの？うん、なんか一人ずつアクセサリーが違う。そうなんだ。あ、帽子の人もいればピンの人もいる。うん、カチューシャの人もいるしリボンの人もいる。そうなんじゃ。ハチさんありがとう。ラブレター、ラブレターまだわかんない、事務所に行ってないから、また見ます、ありがとう。ダンスも、うん、ステップ練習します。あとあのトレーニング、筋トレもやります。ポニーテールのイメージ、マジ？制服にツインテール、ツインテールは絶対しません、一生もうやらない。テレテレさんはじめまして、かわいい、ありがとう。ベレー帽、ベレー帽ね、え、ベレー帽はリアちゃんとか似合いそう。ハーフツイン、ハーフツイン、ハーフツインとツインテール編み絶対しません。スパイクさんありがとう。似合わないから、顔的に似合わない。あれ、髪、耳より上とかなんか全然関係なくて良くなったんだって、アクセサリー。ピンク、あ、編み込み、編み込み可愛い。うん、 TGC の時の髪可愛かった、うん。あ、見た目はいいじゃない。ソルさんありがとう。いや、似合う？知らん、多分。髪巻いたりするの？前巻いたけど、やっぱストレートが一番かなって。あれ？服にもよるけどね。サイドの三つ編みもセーフでいいな。だったとしたらどんな髪があるの？ダブルサイドポニー、ダブルサイドポニーってこういうこと？スリーサイドポニー。僕隊にツインテール、僕隊なんかあれ以降はもうなんか似合わないなって気づいたからやめました。ポーピーありがとう。ヨーグルト食べてます。
今日の晩ご飯はヨーグルトだけです。今日はね、チーニーダンキャリン、眉毛細すぎ。ラム君がミーのとこ行ったよ。ラム、似合わないか似合うかは、似合う、ん、似合うか似合わないかは俺が決める。いや、俺が決める。俺自分のこと。え、ヨーグルトだけで夜ご飯。そうだよ、今日はヨーグルトだけです。結構量多いからもうお腹いっぱい。うん、甘いし。今からヨーグルト食べよう。いいね。いや、俺が、あ、甘いだ。うわ、ギリギリ。ありがとう、花火ありがとう。りょうさん、甘いのまんじゅうありがとう。りょうたさん、ありがとう。よく1リットル 400g だよ。 400g ですよ。あちさん、ありがとう。アンパンか、ありがとう。ジャミを応援してても優勝ツインテールは出れないってこと。えワンちゃん、わかんない。でもツインテールとかハーフツイン以外にも可愛い髪型っていっぱいあるくないですか。キラボシ忘れた。キラボシ待ってます。栗まんじゅう、気が早くなるといいね。直します、頑張って。気合で。ヨーグルト食べたら背伸び強くなる。マジ？どこ情報？だ。りょうさん、ありがとう。ちょんまげ？ちょんまげ？無理。今の髪型が一番似合ってますですよね。私もそう思います。私もあの髪の毛まっすぐのストレートおろしがやっぱ一番似合うのかなって思いました。なら先輩さん、ありがとう。メソボロドンさん、ありがとう。ぜひこの季節の対象ギフトお待ちしてます。たいやきちゃん、跳ねる桃色たいやきちゃん、甘いん、まんじゅう、ちょっとわかんない。アジサイゼリー、カラフル寒天、レトロのレトロ喫茶クマ、フルーツクリームクマミツ、カフェクマ茶、待ってます。メスプロードンさん、ありがとう。サイドポニー好きでした。サイドポニー TGC 良かったですか。頑張りまたね。ありがとう、頑張ります。吉田さらさん、あやじたん、ありがとう。ん、ありがとう。まさぴょんさん、ありがとう。猫ちゃんのおまんじゅう、あのもうすぐな、いつまでなんだろうキャンペーン。もうキャンペーンいつまで。あ、寝てた。キャンペーンがもうすぐあとちょっとしか日にちがないので達成できるように頑張ってるので応援お願いします。かにしかさん、はちさん、まずぴょんさん、ありがとう。テストは終わったよ今日で。次は来週の、ん、再来、ん、次は再来週の火曜日です。に、次は国語と理科です。それが終わったら再来週に
英語があってその2週間後に多分期末テストって感じです。まさぴょんさんありがとう、いっぱい。メイポンのクラゲヘア可愛かったからまたお願いします。じゃあまたします。まさぴょんさん、リアさんありがとう、応援してる、ありがとう。そう、2週間おきにテストがあるんですよ。お決まりごとなんです。そうそうそう、なんか中間テストっていうものがない代わりにそれがあるんですよね。キャンペーンは6月20日まで、 あと2日しかないのでぜひ応援お願いします。マッシュてる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 て、英語と数学と国語と社会と理科が得意、全部やないかい。全部得意なんですか、さすがだね、すごすぎる。今もそういうこと言ってみたいです。どうやって見るんだっけ。全部得意見込んで見るじゃないよ。体育はね、しって言ってどれが好き、好きなものはないけど一番できるの、まだできるのは国語ですね。国語は唯一まだできる方なんですけど、え、みゆさ言うけどさ、国語なんか最近めっちゃむずいんですよ。けど今回のテストはちょっとね頑張ろうと思います。60点目指します。みゆにとっては60点はめちゃくちゃ高い点数なので、国語で60点はもうすごすぎなのでね、ちょっと頑張りたいなと思ったり。思わなかったり、思ったり、思わなかったり。あと187,936ポイント応援お願いします。もうちょっと、リーパーはボーリングどうなの、得意ですか。左投げ、左投げですね。ボーリング得意ですね。いや、まあまあまあ、ガーターもありますけど。え、ありがとう、りょうさん、あじさん、あじさい、あじさい、なんだっけこれ、ありがとう。ちょっと待ってよ、忘れちゃった。アジサイゼリーありがとう、かけ4ありがとうございます、ありがとう、いただきます。アジサイゼリーって何なんですかね、現実であるのかな。なる先輩さんありがとう、ありがとう、あ、ありがとうございます。乃木坂さんからまた来てくださって、ご評価合計で60点、いやそれはないね。天さんありがとう、顔気がしてる、してます。え、なにこれ、わ、ちょうどスクショ取れなかった、消し、ありがとうございます、ありがとう、のぎさんから。ちょっとさん、ありがとう。
膝にヤーガーさんありがとう。はるばるさん虹色の仕掛け銃ありがとう。ジュエレン、あだまるすいちゃん、やまたなるつさんありがとう。だるまもありがとう。ゆうきちやちーさんありがとう。まさじんさんありがとう。おぐさんありがとう。寒天、カラフル寒天かけ10ありがとうございます。ありがとう。キャンペーン達成目標で頑張っているのでぜひ応援お願いします。まくまさん、トントン21さんありがとう。メッセージでアマゾンやアメリカで言ってた、マジ後で見てみよう。ハチさんありがとう。ぜひ季節の対象ギフトお待ちしてます。こちら季節の対象ギフトになります。うん、皆さん拍手とハートありがとう。こうじさんありがとう。食べたいゼリーはなんかめっちゃあれが好きなんですよ。白いやつなんて言うんだっけ、白いゼリー、なんかナタデココ入っとるやつ。何、うん、白いナタデココが入ってるゼリー、うん、その白いゼリー、あれが大好きです。みはまずくね。え、やばいよそれ。いい気の味せんしない。コウジさん、ウヤポンさんありがとう。昆虫ゼリーは皆さんありがとう。ナタデココ普通の杏仁豆腐じゃない、普通のやつ。なる先輩さん、三昌さん、ガゴピンありがとう。焼肉さんありがとう。ぜひキャンペーン頑張ってるので応援お願いします。まああと残り18万ポイントぐらい、つかなんですけど、ぜひ応援お願いします。キャンペーン達成したいので、そしたら今日が治るといいけど、ならなかったらコンシーラーで隠します。スパイクさんありがとう。ネシピーさんありがとう。達成ポイントね、一つしかない思った。天さん、チャーハン定食さん、柏木さんありがとう。たい焼き、バイキンマンさん、はじめまして。痛くない、痛いですよ、めちゃくちゃ全然痛いです。なんか喋るたびにギューってするんですよ。なんかヒリヒリっていうのかな、なんて言うんだろう、なんかずっとグーってやられてる感じ。痛いです、めちゃくちゃ熱いし、なんかグー、例えばここが痛いじゃないですか。あ、甘い、ありがとう。あ、取れなかった、ちょうどグーッとされてるところの周りが燃えるように熱くて痛いみたいな。痛いですよ。あ、リアちゃんありがとう。やっほー、久々です。リアちゃん、リアチュールちゃん、なる先輩さんありがとう。リアチュー、アナピーありがとう。甘い、ありがとうございます。リアちゃんハートありがとう。リアチュー来てくれたでしょ、ありがとう。オグさんありがとう。無理しないで、無理しません、絶対に。リアチュンに夢中夢中。
マジ痛いね普通に、うん、周りが熱くて。天皇さんありがとう。いびき聞こえるワンちゃんですね。こんばんは。リアポンリアポンリアポン、もう一回行く。マジありがとう。ちゃんとスクショします。おつぽんこんにちは。お姉ちゃん寝落ちた。ありがとう。うん、取れました。ありがとうのぴー。甘い、ありがとうございます。猫ちゃんありがとう。これ何、まんじゅう、栗まんじゅう、ありがとう、嬉しいです。ジャクソンさんありがとう。 B 型メンターバ、あ、ありがとう。ちょっと甘い、ありがとう。ちょっと止まんない。 B 型メタバーズさんありがとう。レオさんありがとう。甘い猫ちゃんの栗まんじゅう、おまんじゅう、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。栗まんじゅう、何まんじゅうこれ、栗まん、ちょっと待って、なんだっけ、栗まんじゅうだっけ、なんだっけなんだっけ、中華じゃね、これなんて読むのこれ、これ猫のオレンジの、うん、甘いって書いてあるとこ。たけるくんありがとう。カラフル寒天、え、あのまんじゅうじゃね、まん、ま、まんじゅうでした。まんじゅうありがとう。栗まんじゅう、ただのまんじゅうでした。ただのまんじゅう、ただのまんじゅう、ただのまんじゅうでした。すいません、失礼しました。マジウケる。ただのまんじゅうでしたって。やばお前。一回いっちゃうから笑わせないで。電話だっただけ。え？一人で笑っただけじゃね、やばお前、やばくない、ひどくない、お前って言わないよ。私名前あるんだけど。誰、みゆ、お前誰、みゆぽんです。ピンポン、みゆぽんです。なんかめちゃくちゃ可愛くなってる。本当に嬉しい。全然だよ。全然、唇の範囲狭くなった気じゃん。ねえ。え、でも人より唇でかいんですよ。友達と唇比べしたの。そら。比べしたの。唇なんか太くて、太いし、たらこかなって感じ。え、たらこかな。マジでおもろいやん、お前。お前って言わない。ポン。お前ポン。ポン。マジポン、おもろいやん。固いもの、え、全然食べれますよ食事。なんならもうなんか固いものでも熱いものでも辛いものでも何でも食べれるんですけど、あのこれを機にミヤダイエットしたくて、なんか結構肉付きが良くなってきた。そう、やっぱこの、うんうん言わない、この痛い、口が痛いタイミングを機にダイエットしようと思ってしてます。痛いのもあるけど、食べた時痛いもんね。痛いし、まあまあ、あ、言わない、シークレット、幸せぶったり、幸せぶったりしちゃったから、ちょっと頑張ってダイエットしようかなっていう魂胆に取りました。一枚喧嘩、お母さんじゃないお母さんめっちゃ笑ってて腐ってくれて、お姉ちゃんです。やば、そんな貫禄ある。私、え、あのお姉ちゃんが帰ってきたんですよね、東京からね。そう、だから多分お母さんって思われて、お母さんです。ただいま、おかえり今さら、やば、やば、やば、え、いつ帰ってきたっけ。おととい、おととい、おととい帰ってきました。私の大好きなお兄ちゃんでも抱えるらしいです。カゴピンありがとう。カラフル寒天、天皇さんありがとう。お姉ちゃんに問いさせてもらったら、あ、お姉ちゃん私のことちょっと苦手みたい言ってねえよ。え、好き、まあまあまあ、前よりは好き。
でもなんか前はめっちゃもうザ嫌いって感じだったんだけど、最近はなんかミのこと好きみたいなんですよ。言ってない。え、でも可愛いって言ってくれました前。なので可愛いです私。何十年前弟とかなんですか。カイトさんありがとう。なる先輩さんありがとう。シュナシちゃんと、なんか辛いのは食べれませんよ。もともと普通に唇が痛いとかじゃなくて、辛いのは普通に食べれない。キムチでも厳しいから。雑魚やん。中3になったら女の子は丸みを帯びていくものなんだよ。丸みって言われたなんて。まあ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 、でもなんか中学生って急にまあ太っちゃう時期らしくて、中2から中3にかけて太っていく時期で、高校生高1になったらどんどんスリムになってくるらしいので、まあ今大丈夫です。私太ってなかったよ。太ってました。今はやばい、細すぎるけど私は太ってた。身長が伸びた。え、でもみーも最近身長が縮んだり伸びたりしちゃうの。縮むの。え、おばあちゃんやね。言ったの、それを先生にしたら、なんかそれ普通だよって言われた。え、縮まんくない。え、なんか朝起きたてとか、なんか1日に1センチは絶対変わるんだって。変わる時もあるらしい。なんで知らない。でも頭あるあーか、だからしょうがないって。今何センチなの。157だったの前まで、けど156に戻った。チビや。156に戻りました。チビや。ズキちゃんありがとう。本当だよ、騙してる。騙してないよ、お姉ちゃんだよ。ん、お姉ちゃんだよね。あ、え、違うよ。え、誰また誰。え、近所の人。近所の人からちょっと誰か一回出てってもらっていいかな。でもね、ここ住み着いただけの最近。お母さんだと思ってたって。やば。お母さん喋り方こんなんだったら絶対嫌じゃの。うん、キビ。ちょっと恥ずかしい。キビやめて。キビです。キビって言い方キモくね。厳しいって言えよちゃんと。いや、厳しいってのはキモくない。厳しいって。だってさ、そう、その最先端に乗ってる感じが気持ち悪い。いいさ、流行りに乗りたくないのやっぱり。逆張りやん。最近気づいたんだけど、なんか流行りに乗りたくないのみ。逆張り陰キャって言うよそういうの。え、流行りになりたくないから、なんか。ね、そういう、え、キビってキビってみたいな、なんかそういうの、なんかそういうのを頑張ってやってる。え、キモくない？キビ。その何？現代の言葉は苦手なのみや。え、じゃあね。ピエーンとかも難しい私。キモは。逆張り人間キモ。いや、そういうの私難しいから。マジキモい。さつまいもみたいな服着やがって。いや、これめっちゃすごいんだよこれ。軽いし気なんだよ。気入ってるから。力入ってるからガチナスみたいな。こういうそれめっちゃいい T シャツなんで、これめっちゃ高いんだよ。これは怪我しないような T シャツです。体操の時ずっと着てた。あ、そうなの。そう、気入れてもらう。皆さん高校生になったらもっと丸くなる。え、じゃあなんでこの子は丸くないのかな。まあね、お姉ちゃんは顔がこんなんで、手がこんなんで、足がこんなの。やば、体がこんなんで、こんなの。足がこんな、こんぐらい。ね、みーより体重ないもんね、私。お姉ちゃんみーより体重軽いし、あばら骨が見えてるし、足もヒョロマンだし。見えてねえよ。見えてるし、足もヒョロマンだし、鎖骨が気持ち悪いの。なんかさ、やばい。TikTok でさ、出てきたんだけど、前中国のさ、うん、中国のさ、なんかここの鎖骨あるじゃん。み、鎖骨さ、体操で肩幅広くなってなくなっちゃったんだけど。なくなっちゃった。え、なんか鎖骨になんかこうやってめっちゃさ、中国の細い人って鎖骨めっちゃグワってあるの。うん、なんかこうやってそう、これをなんかもっとさ、グワってあるの、奥まで沈んでて、ここに水浮かべるの、このここに水を浮かべるんですよ。そう、それでそこに金魚を浮かばすの。そう、それが前見た。だからそれやりたい、お姉ちゃんの鎖骨で。え、やだ。でできるぐらい細いです。スパイクさんありがとう。ルタカさんありがとう。テンさんありがとう。
分相変わらずは口が悪いでしょ厳しいでしょ厳しいわけ今ちょっと意識してみたんだけど、なんか流行りにさ乗って言葉を言ったらさ、なんかえこいつなんかキモ、なんか流行り乗ろうとしてる、調子乗ってるわって思われそうだから普通に喋る。厳しいって。そう。でも姉ちゃんは口悪い、もともと厳しいって思われ、だから許してください。お前とか言っちゃう系女子なんですけど。間違えた。うん、あなた違う、あんただよ。みんな学校で、うん、みんな口悪くなってるな最近。じゃけお前も悪いんか。うん。ってあんたってみんな言うの。あんたさで、みーも今日言われたけど、あんたさ何それ、体調悪くないでしょ。みーはみーはみーも言う。じゃああんたはみたいな。いやちゃーん。今日。むかつく顔してる。めっちゃむかつく顔してる。はじゃし。なんかなんでそこにゆかりさんあるの。これ昨日食べてた、昨日の食事意味は昨日食べてたやばくない。そう、ここまであったのにここまでなくした。昨日お腹空きすぎて夜こうやって食べてた。え、じゃあケプトでいいの。え、これえ、ほんとだね、ダメだ、バカだ、何してんの。え、塩分って太るよマジで。あ、ま、え、でもなんか人によるんだけど、砂糖とか甘いのを抜く人が、抜いた方がやなんか痩せる人と、塩抜きダイエットする人 が痩せる人いるじゃん。けどミユ塩とか抜く方が太るから、だから甘いもの抜いた方がミユはいい体質な。え、でも床に食べておけ太ったの今証明したの。これ食べるぐらいだったら普通にご飯食べた方がよくない、あとスープとか。違う、昨日はもう立つのも死ぬかったの、体調悪くて。じゃあ、てかゆかりの違う、じゃあ聞いて、ここにあったんだって、もともと設置されてあったから、あ、これ私の食べ物ですね、いただきますと思って食べたので、なくしちゃったってわけ。聞いてただ、なんかお前って言わない、あんた、あなた、あんたさって言われた。なんかで、なんか最近流行ってるのはポって言わ、ポガチやべえって意味の言ってる、イマジガチやべえみたいな、みんな学校で言ってる。あんたさ、無地口指みたいな。決まった。ちょっと間違えたけど、使い方。あんたさ、無地ガチやべえ。あんたガチマジやべえ。なる先輩。痛い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 。なる先輩さん、ありがとう。カイトさん、ありがとう。ね、みゆぽんなん。てか、ぽん何？わかんない。みゆぽよでいいじゃん。エセ揚げぽよじゃん、揚げぽよ揚げぽよみたいな。なんかポンはなんでポンが来たんだっけ、なんかポンの人って考えたんだよ多分。あ、そうなの。わかんない、いつだっけ、どうしたんだっけ、なんでポンになったの、どうしたんだっけ。わかんない、やばお前。ポンありがとう。アネポンは誰に似てる。広瀬すずですね。何、あなたは誰に似てる。いや、私彼氏に今田美桜って。じゃけ今田美桜、あ、落ちる、それ。え、でも似てなくない、誰にも。眉毛がないから分かんない。ダメじゃん。え、でも眉毛メイクしなくて今すっぴんなんだけど、すっぴんは眉毛なんか今おかしいけど、お姉ちゃんの眉毛勘弁して。眉毛を隠したらマジで広瀬すずぐらいです。テスじゃん、井口エジパーツいいからね。え、パーツいい、配置はねみたいじゃん。いけ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 、配置はねブスに。パーツはいいけどねみたいな。最低、お前悪口や。言わないで。うちは揚げ足しか取らんけん。何食べても丸くなるお年頃とか言われてるんだけど。いや、もう悪いって言われてるもんじゃ。最低。痩せたいのに丸いお年頃とか言われてる。ひどくない。なる先輩さん、ありがとう。ガチおもろいね、お前のファン。あんたぽよ。あんたガチマジやば。あんたさガチマジやば。あんたさマジガチやば。私あんたとか人のこと言わないから。なんて言うの。あ、寝た。今日えがい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 、ぶりっ子みたいじゃない。え、似合って。
アネタ。アネタ。アネタじゃない、アネタ。アネタで。アネタさ、エネタさ、あ、アグです。変わらんくね。エネタさ、って感じです。キモいよね、わかる。え、メンバーのさ、人にもじゃあ、アネタさっていう。メンバーは名前。いや学校さ、学校ってやっぱ親しいじゃないですか、マジで。もう普通なんですよ、なんかもう何普通じゃなくて度が過ぎてる仲がいいから、仲の良さだから、うん、だけどもうじゃあ親しくない子には違う、そうじゃなくてあの毎日同じ、毎日じゃないけど金曜月から金までずっと行って、うん、毎回同じ人に会うじゃないですか、また違うよねって、お仕事のなんか関係とまた、え、そう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 、同年代だけんね、なんかやっぱ話す内容もで年が違うくない、だってそう全員年が年代も話が合うのも結構話しやすいのも心を許せるのも月から金まで一緒にいる学校のみんななんですね。いやそれはもちろんメンバーにも、メンバーにしか話せない心の許し方とかもあるけど、また違うよ、ね、学校は学校で違うじゃん、があるし、学校は学校でしか話せない話があるし、分かる話、分からない話話してねえだろ、何も。え、話してるよ、いっぱい。お前、私の部屋でずっと TikTok 見るぐらい。お姉ちゃんの部屋ってマジ居心地いいんですよ、ベッドが。ベッドだけが取り柄。え、死ぬふかふかだしね。そう。みゆの部屋、ぬいぐるみしか置いてないから邪魔くさくて。レイパの配信の話、本当にありがとう。あれ大丈夫そうだね。チロチロじゃない、ビジネスとプライベートの違い。なんか、違う。ビジネスとかそういうのないけど、メンバーも、普通にメンバーで友達だし、友達以上の時間を過ごしてるし、ずっと一緒にいるっていうのもあるけど、なんて言うんだろう。年もだし、なんだろう、関係性の違いがやっぱある。話しないよ、マジ違うよね、全く違うね。トルさんありがとう。どっちもまた違うよね。アネポンの前だと妹になるのか。え、そう、お姉ちゃんの前だけ、お姉ちゃんには逆らえないから、やっぱり。え、でもさ、いまだにさ、私のこと名前じゃなくてさ、ずっとお姉ちゃんって言ってるの可愛くない？え、違うんですよ。お姉ちゃんの名前、ななみって言うんだけどさ、ななみって呼んだら殺されるんですよ。ガチが。え、お前殺すよって言われて。いや、ななみって呼ばれるのが好きなの。ななって呼ばれるのはいいけどさ。え、うん、なんか名前呼びしたらもう殺すから、みたいな言われて、え？と思って、そう、それを、多分、みはずっと言われてきたの、小1からずっとね。でもうそれ怖すぎて、その時のあの彼氏綺麗みたいな、いや私キモくない、私キモくない、そのブス顔がガイってるお姉ちゃんがもう怖すぎて、でなんかそっからはもうずっとお姉ちゃん、お姉ちゃん、私そのブス、お姉ちゃん、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 お姉ちゃん、お姉ちゃんが姉ちゃんって呼んでます。やばお前、本当に口悪いんですよこの子。ネガキャンやばくない？ん？ネガティブキャンペーン。うん、ネガティブキャンペーン。なんか人を下げるみたいな。別にそういうことしてないのに人を下げるような。いや。え？いや、めっちゃずっと心に刺さってるから今こうしてるんですよ。じゃあネガティブキャンペーンよ。いや、やばお前、配信でネガティブキャンペーン。ありがとう。甘い。ちんちょりさんありがとう、あと。なみですお姉ちゃん。ドゥル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 タンタンフルフルアタンタンフルドゥルタン。そう、お姉ちゃんは結構ね口が悪いんですけど、そこもチャームポイントですね。チャームポイントやめてそこもいいところです。朝できたのかと思ったら絆創膏だった。絆創膏です。黒くね、黒くねって思ってさあー、いや笑うなんか口をさこうやって笑ったらさ、なんか黒くねでっけえシミできたのかなって思った痛い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 。めっちゃ絆創膏だったんだなの。染みできたんかと思った。っていう感じです。りょうさん、ありがとう、甘い。まんじゅう。まんじゅう。配信ありがとう、ありがとう。あ、もう痛いどこが絆創膏染み
はい、じゃあ57分ということでそろそろ配信を、まだ10時、あと3、あと2分、今から段準備していきたいと思います。お姉ちゃんもね、昔はショールーム配信してたんですよね。しとったね、地下アイドルだったけど。お姉ちゃんも地下アイドルだった時にショールーム配信をしてました。もうやめたけど。山本さん、段準読みやってない？私やらんかった。やってたよ。やってない。やってたやってない。ありがとうねしか言ってない。じゃあ今から番組やめまーす。そんなんやってた。私見た。え、絶対嘘。私パンのことかぼちゃって言ったの。かぼちゃって言うからじゃがいもって言ったと思う。え、私見た。でもお姉ちゃんは結構企画が変でした。辛いものがお姉ちゃん好きなので辛いもの一生食べてました、今日はこの激辛、みたいな。13位、ボヨシジ32位、カイト31位、ナル先輩30位、カゴピン9位、スパイクさん8位、天皇さん7位、広島コープセイさん6位、ハルバレさん5位、オグさん4位、スバル3位、オノピー2位、マソピオさん1位は、ヒョさんでした。配信見に来てくれてありがとう。M さんありがとう。プロってんね。それじゃあ、また明日も配信見に来てください。8月11日はみんなお誕生日なので、浴衣を着てるので、ぜひお話し会待ってます。ぜひ来てください。素晴らしい。オンラインお話し会も待ってます。今週は幕張メッセでお話し会があるので、ツーショットもあるのでぜひ来てね。制服です、新制服。バイバーイ。 See you next time。 長くね。気まずくね。この時間気まずい。あと15秒っすね、はい、気まずっと。すいません、ちょっと時間配分間違えちゃったぴょ。はい、はい、ありがとうございました。キャンペーンも頑張ってるので20日までおめえはね、ちょちょあちょ。やった。